秋葉原でオタゲーを打つファンオタゲーとは、コンサートなどにおいて、ファンが繰り広げる、独特な動きを伴う踊り、ダンス掛け声のことである。文字通りアイドルオタク等が、アイドルや声優などのコンサートライブなどで行っている、アイドルのために捧げる、応援の芸、応援方法である。オタゲーをすることを打つなどと呼び、オタゲーを楽しむ人たちのことを打ちしと呼んだりする。 オタ芸とも記述される。語源は、アイドルオタクの芸の略である。ボカロ曲やアイドル以外の方角に合わせて、オタ芸を打つこともある。現在では、オタ芸と表記されるものは,は、アイドルを応援するための芸。オタ芸と表記されるものは、監修に向けて行うパフォーマンスと分類されている。オタ芸には、以下のようなものがある。タイガー直立不動にて動かず熱い視線を送る行為。 もっともシンプルであるが、生と同の関係から目立つ。周り図上で手拍子を叩きながらその場で右や左に回転ジャンプをする。ロマンス斜め上を指さした状態から腕を引く。PPPH、パン、パパンと拍手して、ヒューと声をかける。ケチャインドネシアのケチャのように低い姿勢をとり、腕を手前からステージ上のアイドルの方へ振り上げる。 サンダースネークがみなりと蛇をイメージする技で、難易度が低い。直線的な動きと円が組み合わさっているため難しく、見えるが、一つ一つの動きは単純であり、慣れると集団にてシンクロした、マスゲーム的な行為が行いやすく最も迫力があるので、オタゲーの代表的な行為と称されることもある。メリーゴーランドメリィごとも称される。他の一人技とは異なり複数人数で行う。 左手を上げ、半時計回りに回る。通常、3から20人程度で行われるが、大規模なものでは50から100人単位で行われる場合もある。新位サビによく使われる技。捧げ局長が穏やかな時に、演者に向けて腕を伸ばす技。その他数多くの技が存在する。新英対応援を参照、おたげえという言葉が登場する。 はるか以前の1970年代から1980年代からアイドルの新衛隊が曲に合わせて一斉に声をかける応援スタイルは見かけられた。2000年代に入って前述の応援スタイルに踊りが加わるなどして多様化し、ハロー。プロジェクト系コンサートにおいておたげという言葉で認知されるようになったとされる。特に2002年9月4日の ロマンティックカレーモードの発表がきっかけとなり、数年をかけてお茶の間の目に触れる程度にまで広まったと言われている。しかし、当時はアイドルへの応援活動が一般的な趣味としては捉えられておらず、2005年放送のテレビドラマ、電車男でステレオタイプなオタクの姿が全国ネットで放映された影響もあり、少なくとも2000年代末まではアイドルに投水しきって、 ファンが応援する姿に対して幼稚である常識に欠けており危険などといった批判の声も多かった。その後2006年頃から YouTube やニコニコ動画などの動画共有サービスを中心としてオタ芸的な各種パフォーマンスの様子が広く拡散しオタク文化の魅力が一般人にも伝わるようになってきたとともに J リーグ川崎フロンターレの選手が2007年のファン、感謝デーで、ンタゲーと銘打ったパフォーマンスで行うなど、一般にも広く認知されるようになってきた。2014年頃までには、アイドルやアニメも一般的な娯楽となり、オタゲーを行うことを主体としたイベントライブも頻繁に開催されるようになっている。現在では、オタク的な趣味も社会的に広く理解されるようになったため、 おタゲーは一つのエンターテインメントの姿として理解されている。有名なおタゲーのパイオニアチームとしてジニフォスがある。ステージ上でおタゲーを披露するパフォーマーおタゲーに対しては日本独特のライブの楽しみ方の一つとして認知されるようになった一方でコンサートなどでおタゲーをすることがイベント来場の主目的になっている自分たちの世界に入り込んでしまい独善的で 周囲に気を使わない者がいる、オタゲーという名前がついているだけで、迷惑行為であるといった批判もあり、オタゲーが応援行為かそうでないかで意見が分かれている。一部では、オタゲーや過激な応援行為を禁止するケースも出ている。最近では、オタゲーをコンサート会場で行うのではなく独立したパフォーマンスアートとして披露する人も多く、その評価は様々である。 鉄道駅のホームや電車の車内でペンライトやケミカルライトを振り回すと乗務員、駅係員が緊急停止合図と誤認し、緊急停止して運行ダイヤを乱す危険性があることから JR 東日本や西武鉄道などでは使用をやめるよう注意喚起している。2017年8月には神戸のご当地アイドルのコンサートにおいて、 過度なオタ芸による歌声や演奏が聞こえなかったとして、観客の男性が主催者に対しコンサートのやり直しや損害賠償を求める訴訟を起こしている。判決文では、オタ芸についてアイドルのコンサートにおいて一部の観客が曲に合わせて、おう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 、のような掛け声を出したり、激しく何度もジャンプしたり、棒状のライトを振り回すなどの行為として、 言及されていた。ありがとうございます。